はいロムグラップ等連計画の第10回目等連解説を始めていきたいと思います担当アレックス専任講師尿宮です本日もよろしくお願いしますはい、えー、第10回目の等連皆さんお疲れ様でしたまあ、本日最終回ということになりましてで、まあ今回ですねまたいつも通りの形式で出題をしているわけですけれどもまあ、第一問経営管理についてまた横断的な出題となっていますが まあコーポレート、まあ、ガバナンスと、あとまあ国際化戦略っていうところを中心に問うていますね。まあ、もう正直ね、何が出るかっていうのは、蓋を開けてみないとわからないところになりますので、あの以前から申し上げている通り、とにかく網羅的に勉強しておくっていうのが経営管理の対策としては重要ですから、あまりまあ深く理解するっていうところを追求する必要性はありませんので、まあ、用語を引っ張り出せるようにですね、なるべく手広くやっておくと、まあ、そのことをね、普段の学習において心がけていただければなとは思いますね。はい 一方のまあファイナンスについてはね、ここはもうある程度出てくるものが決まっているというかもう範囲がものすごくひまい広い、えー、狭いわけですから、あのー、基本的に対策の取りやすい分野ということになりますんであのでファイナンス分野については、まあ、しっかり点数を取っていただきたいというところで、まあ、今回についても特に難しいものっていうのはあまりないのかなと思いますけど、まあ、第2問の問題2が。 文字式使った計算が問われているというところで、まあ、ここはね、若干解きづらいところではないのかなという感じですかね。はい、ただ、言ってもね、全体的な難易度は高くはありませんので、まあ、いつも通り、また間違えたところはね、あのしっかりと見直しをしていただいて、まあ、何回か解いていただければね、完璧に仕上がるかと思います。はい、で、とりあえず、第1問、問題1ですね。まあ、この辺はもうね、解説もいらないのかなというところで。 あの単にいろんな穴埋め問題などが問われているだけなので、もう知ってるか知らないかがほぼすべてですね。クーラン A ですね、まあ、従来の日本企業、メインバンク制中心として、まあ、メインバンクを中心とした間接金融によって資金調達やってたと。で、あのこのクーラン B、監査等委員会設置会社ですね、これも,もう大丈夫かと思います。会社法でもやってますからね。C まあこれはダイバーシティですねジェンダーや国際性の面を含む多様性もう多様性って言葉が出てきたこれダイバーシティだと比較的内容としては埋めやすいものになっているのかなと思いますで問いの2番もこれまあ過去の本試権でも問われたことがありますけども まあこのスチュワードシップコード、コーポレートガバナンスコード、共通する2つの特徴としては、プリンシプルベースアプローチと、まあ、細かいことを、ね、決めているわけではなくて、大まかな考え方などを、このスチュワードシップコードとコーポレートガバナンスコードにおいては規定をしていると、まあ、個別具体的な、ね、事例とかを載せ出すと本当に切りがありませんから、あくまでも普遍的に成り立つような、抽象度は高くてもですね、あの大きなそういった考え方っていうところを載せているだけなんだと。 であともう一つの特徴としてはコンプライオア・エクスプレインと、まあ、準拠するかで準,拠し準拠するかあるいは準拠しないのであれば説明をしなさいと説明責任っていうのがあるでしょうとコンプライオア・エクスプレインというこの特徴をどちらの、ね、行動についても有していると、はい、まあ基本事項ですよねで次の問いの三 企業の財務情報に加えて、さまざまな非財務情報を含めて、経営実態まとめた報告書、これは統合報告書と呼ばれるものですね。わ、まあ、割と多くの会社でこういった統合報告書っていうのが作られていて、あのいろんな会社のホームページ見ていただければです、ねあの、この統合報告書っていうところを記載しているところがあるかと思います。はいまあ、特に統合報告書自体はね、あのフォーマットなんかはあの決められたものはないというか、法的に何かね、このフォーマットで作らなければいけないっていうルールはありませんので、 まあ会社のそ,そこは色が出るところになりますかね。はい、で次の括弧に国際標準化機構が発行した官民両セクターにおける社会的責任に関係する国際規定の名称を答えなさいと。まあ、これは ISO26000 というところで、まあ、なかなか初見で答えられる方はいないのかなと思いますので。 ISO、まあ、はねあの、この数字が後ろにつくものがいくつもありますんでね、2万6000って言葉が即座に出てくる方は少ないのかなと思います。で、問いの4、まあ、投資が本業ではない事業会社が自社の事業分野との相乗効果などの主な目的として、自社事業に関連する未上場企業などに対して投資を行うことや、そのための組織は何と呼ばれるか、アルファベット3文字で答えなさいと。 まあこれは CVC っていうのが回答でもうこれも知ってるかどうかですね。まあ、コーーーポレートベンチャーキャキピタルですね、はい、で問いの5番「ライツプラン」っていうのは、まあ、どういった内容の買収防衛策なのかを答えなさいと、まあ、これも知ってるか知らないかということになりますけども。 まあライツプランっていうのは敵対的買収者が株式の一定割合を取得したときや TOB を発表したときなどこういったあらかじめ定めておいた条件が発動した際にですねまあ時価よりも非常に安い価格で新株を購入できる権利を事前に既存の株主に渡しておくと、まあ、そうすることによってまあ買収者がまあこの 持ち株比率ですね、まあ、一定の比率を、ね、確保することを想定しているわけですけどもその想定している持ち株比率っていうところを、まあ、妨害するというか満たさないように妨害するためのです、ねえー、まあ方法がライツプランということになりましてまあ知っていればね別に説明することはそんなに難しくはないのかなと思いますので。 まあライツプランとかですね、まあ、ゴールデンパラシュートとかいろんな買収防衛策ありましたけれども、まあ、この辺はねもう毎年のように今年は出されるかもしれないという,ふうに言われているところですので、まあ、しっかりとね各買収防衛策については簡単に一言、二言で説明できるようにしておいてください。 でトの6番ここはねちょっと知らないんじゃないかなとインプットも兼ねて出しているものになりますのであの今回ねあのこの問いの6番については新しい情報として頭の中に入れておいていただければなと思うんですけれども、まあ、この横軸にスケールメリットの可能性縦軸に差別化要素っていうのを取ってあげて、まあ、この分散型 手詰まり型特化型規模型っていうふうにですね4つに類型することができると、まあ、事業っていうのを分類することができますとでこの上のマトリックスの規模型と分散型ですねこの典型例と考えられる事業をそれぞれ述べなさいということで、まあ、これは難しいのかなと、はいまあ、規模型は自動,自動車業界なんかがまさにそうですけども、まあ、たくさんとにかく作ってスケールメリットっていうのを享受していくと。 で分散型っていうのはこれ卸売事業なんかが該当しますよとまあなかなかね一概に自動車事業とか卸売事業って言っても会社の実態は違ったりするんでね何とも言えない部分はあるのかなと思いますけどここはまあ試験の著書にねこういった話が載せられているので、まあ、一応試験対策として出しているところだと思ってください、はい、で次の問題にですね、まあ、国際化戦略を中心に問うているところになりますけども クーラーについては、ね、もう各自であの確認をしてもらったらいいのかなと思います。で問いの2番、河川部案に関して戦略的資産追求型の海外進出の内容を具体的に説明しなさいと。まあ、なんとなく、ね、あの言葉のニュアンスから、まあ、どういうものなのかというのはあの予測することが十分できるのかなと思いますけども、まあ、日本では、ね、国内では得られないような経営資源ですね、まあ、それの獲得を目指して先進国に進出していくと。 まさにそういった戦略的な資産となりうるような経営資源の獲得っていうところを狙って海外に進出をしていくんだと。で次の問いの3番、まあ、これはレジュメにも載せてありますけれども、まあ、この国際化の進展に伴って組織構造っていうのが変わっていくと。 初めはめ国際事業部部という本社の一部署としてですね、えー、まあ国際化を行っていた時の初めというところは、まあ、こういったえ国際事業部なるものがですね、まあ、あの設置されている状況だったわけですけども、まあ、国際化が進んでいけば、えー、製品別事業部とか地域別事業部というこの事業部制に移っていって最終的にグローバルマトリックス組織に移っていくと。でこの縦軸は多角化の程度横軸は売上高の比率ということで。 多角化,化と売上高っていうのを回答として入れていただければ正解ですで問いの4グローバルマトリックス組織の端緒を説明しなさいとまあグローバルって言葉が別についてようがついてないがねこの問いの4番の回答は変わりませんマトリックス組織の、まあ、メリットデメリットこれが分かってれば正解を、まあ、正解をねあの正解の模範解答に近いような文章を描くことができるかと思いますねはい まあ、マトリック組織っていうのはやはりねその、まあ、式の命令系統っていうところが非常に分かりづらくなりますんでねまたあの組織としてマトリック組織を管理していくにもねその管理コストっていうのがかなり高くつきますから、まあ、そういったことをね一般論として書いていただければ正解ということになりますで次の問いの5番生産者と消費者とが直接結びつき中間の卸売業者が販売代理店が不要になるなど まあ中間機能の排除が進むことは一般に中抜き現象と呼ばれていますよとまあこれはもう一般教養として知っといていただきたい言葉になりますで「問いの6番」はこれはまたね試験の著書に載っているところになりますのでまあちょっと覚えておいていただきたいというね、まあ、そういった意味も込めて問いの6番は出しているとまあこれはもう本当に知,知ってるか知らないかが全てですからね考えてわかる話ではありませんので。 まあそれぞれぞの名称ですね、余裕があれば覚えてくださいと。というの７番、NIH 症候群とはどのような傾向を示すのかということで、まあ、これも知らないと対応できないものになりますけどもあるアイデアや製品技術について別の組織や国が発祥であることを理由に採用しない、まあ、こういった自前主義の、ね、傾向を指していると。 まあ以上が、ねまあ、経営管理ってことで、まあ、経営管理はねもう解説も何もないんですけどもすべて知ってるか知らないかの話になりますからね、まあ、知らないところについてはしっかりとあの補足しといてもらえればなと思いますで次の経営管理ですけども問題1はねこれ注意事項としましては 取り替え投資の意思決定ととにかく混同してしまう方が多いんですけどもこの新しい生産ラインを追加するっていう話は取り替え投資とはまるで違いますからねこの既存の建物があってそれを売却するか売却せずに新しい生産ラインを追加投資していくのかっていうこの大体的な、ね、相互排他的な投資案っていうところの比較をしているわけですよ建物を売却する案と売却せずに生産設備を追加して 使い続ける案、どっちが得なのかっていうのを比較しているわけです。で問いの一番では毎期のキャッシュフローの見積もりが問われているわけですけどもこの建物に関する機械原価も含めてこの生産ラインを追加する案の投資額ですね初年度のキャッシュフローを求めなさいと言っているわけです。機械減価っていうのの、は要は、要こ 新しい生産ラインを建物に追加すれば建物を売却したときにでえ獲得できたであろうキャッシュフローを諦めざるを得なくなるわけですから、まあ、それを機械減価と呼んででるわけです具体的に今現在ですね、まあ、この5万で買ったものを15年間使ってきたわけですけども、まあ、5万割ることの20年かけることの1 5年で3万7,500が原価償却累計額ですから、まあ、帳簿価格は1万2,500と求まります。 は1万千で売却価格は9千万ですんで9に九千万と1 2 5五百の差の3 5五百が売却損ですね。で三5五百に0.4掛け算してあげた1 4百がタックスシールドですんで、まあ、この9千に1 4百を加えた1万4百っていうのが、まあ、これが機械原価ってことになりますね。 建物を今すぐ売却していたならば獲得できるだけであろう機械原価キャッシュフローは1万400ですよ、まあこれは大丈夫ですよね。でこの1万400と、まあ、この2万の投資額とあと運転資本投資ですね、まあ、500っていうところを加えた3万900っていうのが新しい生産ラインを追加するかどうかの判断にあたっての現時点において生じる投資額ってことになります。 で次に、形状的に生じる差額のキャッシュフローですけど、新しい生産ラインを追加すればですね、建物を売却したときに、売却すればね、当然キャッシュフローはゼロですけども、建物を売却していれば、期中のキャッシュフローはゼロですけど、新しい生産ラインを追加していれば、期中追加的にキャッシュを獲得することができる。それがいくらかというと、8000万税引き前で獲得することができると。で、これはまあ、税引き前ですから、8000万に1-40%掛け算して、 減価消却費に40を加算した金額求めてあげれば7400万っていうところが形状的に生じる差額のキャッシュフローとして求まります。でこれ注意していただきたいのは解説見てもらったときにここの24000万っていうね建物の減価償却費も加えなければいけませんので建物を売却すればね この4000万っていう減価償却から獲得できたであろう節税効果を諦めることになるわけですよ。逆に生産設備を追加すればですね。4000万の建物から生じる減価償却費も享受することができるわけですから、ま、これも節税効果を計算するときに加味しなければいけないんですね。これをね忘れるっていう間違いがやはり考えられるのかなと思いますんで。必ずこの4000万も加えて計算してあげる必要性があると。 で同様に、最終年度のキャッシュフローを計算するときにも、この建物の売却から生じるキャッシュフローをやはり加味していかなければいけませんので、建物を売却することによって、あすみません、1000万じゃなくて、こっちの2000万ですね、こっちじゃないですね、こっちですね、すみません、こっちの2000万が建物売却に伴うキャッシュフローですね。 あすいませんこっちの4000万も2500万のほうですね、失礼しました。こっちですね、建物は。建物関係の減価償却費やキャッシュローはこっちですね、2500万と2000万ですね。まあ、これを計算上、ね、忘れてしまうという間違いが考えられますから、とにかく注意してください。よろしいでしょうか。 で問いの2番は割引率関係の話になりますけど株の資本コスト率につきましては特段問題ないかとキャップ M に当てはめて計算すればいいで負債コストについてもリスクリレートに信用リスクプレミアムを加算してあげれば負債のコスト率を求めることができて過重平均資本コスト率であれば、まあ、この負債のコスト率については税引き後のあ税引き後というか節税効果を加味していく必要性がありますんで、まあ、この税効果を加味してあげた 負債のコスト率をを使ってて求めああげる必要性があるとまあこの6.8%っていうのを算定してください。よろしいでしょうかでここまで求まればねあとは単に NPV の計算をやっていけばいいだけなんでの3番はもう計算できたも同然ですねで。あとまあ内部利益率の計算も求められていますけど。 まあ内部利益率の計算にあたってはこの試行錯誤的にやっていくことになりますので、まあ、この8%のとき、9%のときとかっていうふうに割引率をね、まあ、ご自身で試行錯誤的に求めてもらって、まあ、ちょうど NPV の損益が分岐する時の割引率っていうのは8%と9%の間にありますよと、まあ、この辺の計算はもう管理会計で何回もやったことがあるかと思いますから特段難しいと感じるところはないのかなと思います。はい まあ以上がこの問題1ですね。で問題2に関しましてはこれはヘッジポートフォリオについて問われていて、まあ、このヘッジポートフォリオのキャッシュフローを表しているですねこの資料2番ですねちゃんと穴埋めできるかどうかというところが問われています。でとりあえずこのヘッジポートフォリオでは一般的にここ投資額っていうふうに表していて キャッシュフローではなくてね、期間の口座の中でも言いました通り、投資額っていうのはこれ、正の値に必ずなりますから、マイナス1万円の投資とかって言わないじゃないですか。1万円の投資っていうふうに表していくことになりますんで、実際に株式へデルタ単位買ったときに S、S× デルタっていう、これ、プラスの値になってるわけです。で、コールオプション1単位の売りっていうのは、これはキャッシュフロー的にはプラスのキャッシュが生じるんですけど、プラスのキャッシュっていうのは、投資額のマイナスって考えることになりますんで、 マイナスのこれは C と。にとなりますマイナス C とコールオプションの売り自体は現在においてプラスのキャッシュが生じるんですけどプラスのキャッシュは投資額に充当されるわけですからこれは投資額のマイナスって捉えていきます。したがって S×Δ−C っていうのが丸一番の回答ですね。で次。 丸二番丸三番ですけど満期時のキャッシュフローですね株式 A デルタ単位買っていて満期時の株式 A の金額っていうところがこれが価格が上昇している場合は US と。 まあこのの株価の上昇で U 自体がこれ1を超えている数値なんで例えば1.2とか1.3って考えてもらえればいいかと思いますけど、まあ、この S に U をそのまま掛け算すれば、まあ、この株価が上昇した時の値を計算することができます。これ1プラス u る s とかって表しちゃいけませんからねそのためにこれ U 大なり1っていうふうにしてるわけですから。で u s かけることのデルタですね。まあ、これだけ キャッシュフローが生じる。US かけるデルタマイナスの CU これが丸二番の回答です。で丸三番は株価が下落したときということになりますけど、株価の下落率 D っていうふうに表していて U のときと同じように DS かけるデルタとキャッシュフローを表すことができて。 番は d s × δ ス c d と表すことができますよろしいでしょうか でここまでね穴埋めができればこの2と3っていうのはヘッジポートフォリオではキャッシュローがイコールになりますんで、まあ、イコールになるようにねあの組み合わせて投資を行っているわけですから u s かけることイ δ ス c u イコール d s かけることイ δ ス c d と、まあ、この等式をきれいに直してあげて、まあ、デルタイコールに直してあげれば、まあ、これが求まりますよと。 まあこの分子の四番は c u 五番は c d 六番は S っていうのが入りますよと。でさらにこの関係式1っていうところを、まあ、これをねこの S×Δ−C と、まあ、ここに代入していくと。 まあここに代入していって、まあ、C イコールに直していってあげれば、まあ、この式関係式二っていうのを導出することができると。まあ、要はここで求めたデルタをね、まあ、こことかあるいはここに代入してあげてこの将来のキャッシュフローをリスクリレートで割引計算した結果が、まあ、この投資額になるようなイコールでまあ式を結んであげてねその式から C イコールってていいいううう風風ににに直してあげれればここきき変形するるとができるもう変形過程は省略していますけれどもあの別に知っていただきたいのはね別に変形過程できる必要性はありませんので何を知ってほしいかっていうとあのこの式出てくる丸の7番っていうのがリスク中立確率を表していることになるんだと。これまあ見てもらうとね、まあ、このコールオプションの1期間後の価値にリスク中立確率掛け算して。 でまた株が下落した時のコールオプションの1期間後の価値にリスク中立下落確率掛け算してリスクリレートで割引計算した値としてコールオプションの価値が求まるっていうですね普段皆さんがリスク中立確率を算定してまあ,あるね金融商品の価値の算定を行っている時と全く同じ手続きが一般論として記載されているんですねだからヘッジポートホリオ からですねこのリスク中立確率っていうのを導出することができるっていうのを確認するための問題なんですこれは、まあ、こういう問題自体がね本試験で出るかっていうと、まあ、出ないですよ実際にはねここ最近では特にこういう文字式をねたくさん答えさせる問題とかは出てきませんから。 具体的な数字が問われることがほとんどですのでこういった問題はあくまでね当連の問題というかあの理解を深めるための問題でしかないと、まあ、そう考えてもらっていいのかとは思いますけれども、まあ、とりあえずヘッジポートホリオっていうのが結構嫌いな方も多いところですんでね、まあ、そこの補足として今回ねこういう問題を出しているんだと思ってくださいであとはねあの問いの2番は簡単ですねこれは数字を代入すればいいだけですので 数字を代入して、まあ、計算を進めていっていただければ特段問題なく回答はできるかと思います。で問いの3番についても、まあ、これももう計算は簡単です。まあ、ほとんど計算する要素はありませんけれども、まあ、オプションのねギリシャ指標に関する内容で まあ、オプションのギリシャ指標については、ね、過去の本試験でも問われた実績はありますが出題頻度はものすごく低いので、まあ、どこまでやるのかっていうのはもう皆さんにお任せしたいとは思いますけれども、まあ、出てきた時にです、ね、あの答えられればそれでまあ2点拾うことができるわけですからね、まあ、2問出てくればそれで4点拾うことができるわけですから、まあ、知ってるだけで4点拾えるっていうのは結構大きいのかなとは思いますんでねもう短期の記憶で結構ですから直前期に見直しをしていただきたいかなっていうふうに個人的には思いますね。 まあちょっと、ね、今年はあのー、2日制になってしまったんでね経医学の試験前の,、ね、あの休憩時間っていうところがあんまりないのかなとは思うんですけれども、まあ、なんとか、ね、その短期の記憶であの最終日に詰めなければいけないものっていうのをに事前に決めといていただいてでその事前に決めたものっていうのをその、まあ、最後の、ねあのー、2科目目っていうのがちょっと何だったか忘れましたけどこの2日目の2科目目っていうのが。 何ですかね企業法じゃないのかな、ちょっと忘れましたけども、まあ、そこが終わったときにですね、なんとか頑張って詰められるような準備はしておいてもらえればなと思いますね。はいまあ、全く、ね、出ないとも限らないんですよ、割とそとオプション取引とかをしている人であればね、ね、まあ、このデルタとか、あるいはガンマとかですね、まあ、そういったギリシャ指標っていうところを見た上でね、まあ、投資をしている投資家っていうのは多いので。 あのマニアックな指標っていうわけではないんですよ。問題的にはマニアックなんですけども、まあ、その実際に投資をやってる人からしてみたらそんなにマニアックな指標というわけではないんですね。だからまあ出てきてもおかしくないですね。あの日経平均のオプション取引なんかが問われた時にはですねついでにこういったギリシャ指標に関しても計算やらせる問題なんかが総合問題出てきてもおかしくありませんので。 まあ本当に短期記憶で結構ですから、別にずっと覚えておく必要性はありませんので、あの最終日、2時間だけ覚えられるように、ですね、まあ、事前に準備をしておいていただくとよろしいのかなと思います、はい、で最後の問題3につきましては、まあ、以前も出しているとおり、あのまあ、日経平均オプションとか、日経平均の指数先物取引について問うていますね。 で穴埋めとしてはねね上場投資 ETF です、ね、まあ投資やったことない人にとってはね ETF ってイメージがつきづらいかもしれませんけど普通の個別の株式と同じように1株からねあ1株というかまあ一単元から買うことができるわけですよ ETF, ETF っていうのは。まあ、投資信託が上場していて普通の個別の株式と同じように売買を行うことができるんですね。 こっちの通常の上場していない投資信託っていうのは、まあ、これは上場していないんでねそのの時々のリアルタイムででで売り買いいをすすることはできないんですよ。まあ、基準価格っていうのが1日1回算定されるんですけれども、まあ、その金額で売買することはできるんですが、まあ、そのリアルタイムにまさにね今この瞬間で売買することっていうのは、まあ、投資信託についてはできないというところでそこがまあ大きな違いとしてはあったりしますね。 まあ、いろんな違いがあるんですけどね、細かいことを言い出すと。まあ、上場してるかどうかによって、まあ、リアルタイムで売買できるかどうかが変わってくるんだと、まあ、それぐらいに受験上は押さえておいてもらうといいかと思います。まあ、割とね、あの投資の界隈だと、あの投資信託がいいのか、ETF がいいのか、この論争っていうのはもう大昔からあるんですよ。まあ、私個人としてはね、あんまり ETF 買うっていうのは好きじゃないんですよ。まあ、これ余談ですけどね。あの 私もまあ割と、ね、その株とか買ってるんですけれども、まあ、あまり個別の株は、ね、買わないんですけども、まあ、これ投資信託とかはたくさん買ってるんですよ。で、まあ、投資信託っていうのは、まあ、日本の,、ね、その投資信託で,でそのアメリカの指数とかに連動するような投資信託ってたくさんあるんですけども、まあ、S&P500 とかダウ、ね、平均とかあるいはアメリカのそういった上場銘柄すべてに対して投資をするようなそういった投資信託とかもあったりするんですね。 でまあ、そのアメリカの,、ね、その株全体に対して投資をするイメージになってきますけれども、まあ、そういった投資信託に私も結構、あのーまあ、私も投資をしていたりするんですけれども、まあ、同じような ETF というのもあるんですよその指数に連動するような ETF とで。両者何が違うかというと一番決定的に違うのはそういったさっきも言った通りそりリアルタイムで売買できるかどうかというのが変わってくるというのもあるんですけれどもその ETF というのは基本的に分配,分,分配金が出るんですよ、配当が出ると。 ETF っていうのは分配金配当金をもらうことができるんで投資をしていけばねどん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 投資元本っていうのがその年を重ねることに増えていけば分配金の金額も多くなっていくんですよ初め1万円だったものが次は2万円3万円4万円っていうふうにどん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 複利の効果が発生していってですねどどどどんんんん元本が大きくなって 配当金の金額っていうのも大きくなっていくんでその配当金が得られればねすごい投資をしてる実感も得られますし、まあ、その配当金を使って何か物を買ったりすることができますから生活を豊かにすることができるっていうところでまあたくさんありますよ ETF ってね、あのー。そういったアメリカのね市場全体に投資をするような ETF っていうのがたくさんありますけども、まあ、それが割と投資界隈では人気なんですよ。ででも私ははこれあんまり好きではなくてね なんでかっていうと別にあの投資をする理由が何なのかによって違ってくるかと思いますけど、まあ、基本的に投資をする理由がその老後の資金の確保にあるんだったらわわざわざ ETF を買うんでかっていうと結局同じ指数に連動するのであればですね別に分配金っていうところをもらってね それをまた再投資をするよりもですね初めから投資信託の中でその分配金っていうところを勝手に再投資してもらう方が、まあ、これは税金の面でで有利なんですよ、まあ、どういうことかっていうとその投資信託でも ETF でもですねあの結局のところ私たち投資家からお金を預かってで大量に得たお金っていうのを使って、まあ、その例えば 日経平均とかだったら225銘柄,22柄から計算されてるわけですけどもその225銘柄に対して投資をしていくわけですよその投資信託っていうのはね、まあ、投資信託でも ETF でもその日経平均の採用銘柄に対して投資をしていくわけですよだからその投資信託に対しては、まあ、その個々の会社からですね配当金っていうのが支払われてるんですよ で ETF ではその配当金を投資家に還元していくで投資信託ではまあこれいろいろありますけど毎月その分配金出してくれるような投資信託とかもありますけれども、まあ、一般的に人気なのは再投資型って呼ばれるものでその投資信託が獲得した配当金っていうのをさらにその投資信託内の銘柄に再投資をしてくれるっていう自動的に再投資がなされるものがあるんですよ。これが楽なんですよ一番。 もう勝手に再投資もやってくれるんで何もやることはないんですよ投資家としては自分は毎月定額で買い付けるだけで何にもやることはないともうほったらかしでいいんで投資にかける労力っていうのはほぼゼロなんですね、はい、でこれのいいところって何かっていうと、まあ、労力がかからないってことに加えてあの毎月毎月配当をね受け取ってると税金かかるじゃないですかでも投資信託の中で再投資してくれてる分には この所得税がかかかりませんから。まあ、結局その再投資された分が最終年度売却する時にですねあのこれ投資信託の基準価格の中にその配当金っていうところが含まれていきますんで最終年度において売却する時に税金はかかりますけどその最終年度まで課税っていうのを繰り延べることができるんですよ。配当として毎年もらってればねその都度税金を払っていかなければいけないんですけど、まあ、そうではなく投資信託の中で再投資される分には あの最終年度において売却した時にドバッと税金払うことになりますけどその方が資金効率はいいわけですよそうですよね毎年毎年分配金もらってで税金払った後の金額をまた再投資するよりも税金払う前の金額が再投資されて最終年度でドバッと税金払う方がですねこちらの方が資金効率は高いわけですよ。 だからまあそういったこともあってね経済合理性だけを追求するんだったら投資信託買う方が賢いんですねじゃあ ETF 買ってる人ってバカなのかっていうとでもそういうわけではないんですよあの結構難しくてあの理論上はね投資信託を買った方がいいんですよでも ETF 買う人っていうのが一定数いるっていうのはこれやっぱり人間味が まあ人間だからっていう理由なんですけどもあのロボットがやるんだったら絶対投資信託買った方がいいんですけど投資信託を買っていてもね全くこれ面白くないんですよ正直投資をやっていても日々生活が豊かになるような実感とか全くないんですよそんなこと別に感じなくてもいいだろうとかっていうふうに投資する前の人だったら考えるかもしれないですけども毎月例えば10万円積み立てますとで毎月10万円が勝手に引き落とされていくだけで,でもちろんね あのそれが投資信託の評価額っていう形でどん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 資産は積み上がっていきますけどそこから全くキャッシュフローが生じないわけですから勝手に10万円引かかかれれててて使えないいいお金っていう区分に、ね、流れていくだけですからもちろん老後のお金としてそれは使いますけれども日々のの生活っていいうのは別にに全く豊かなならないんですね投資をしてちょっとお金持ちになったなとか毎月毎月生活が楽になったなとかっていう感覚は全く得られないんですよ。 これはねねつまらないんですよ、ね、むちゃくちゃだからその結構投資信託を毎月ね老後のために買い付けていくっていうのは意外と再現性が低くてそれをずっと長い期間ですね継続的にやれる方っていいうのはごくごくく少数だと思います、まあ、私はそれをやってはいるんですけども非常につまらないのであの個別の株をたまに買ったりすることはあるんですがやっぱりねあの配当をもらえるとかっていうのは楽しいんですよね。 でまたその銘柄のね成長とかも感じられますしあの非常にやってて面白いなって思うところはありますけどただまあその分ねいろいろ分析にかかる労力とかあるいはあの大きな損を被る可能性もあったりはするんでねあのやっぱり悪い側面が非常に多かったりもするんで本当に遊びのお金でしかねやらないんですけれども。 まあ、投資信託を買っていくっていうのは経済合理的にはねあの経済合理性は高いんですけれども非常にまあつまらなくて再現性が低いっていうところがありますので、まあ、世の中的にはね割とそういった、まあ、アメリカの,、ね、あの市場に、えー、上場しているような ETF を買っているような投資家が世の中的には最近多いというととうころがありますね、はいまあ、皆さんもねあの会計士になられた後監査王子に入っても別に ETF とか自由に買えますからね。 ETF とか買って投資,、えー、投資のそういった資産運用をしていくっていうのはい、あのー、いいのかなとは思いますよ未だにね日本人っていうのはあんまり金融教育を受けていないので投資っていうと何か博打みたいなねイメージを持ってしまう方が多いんですけども、まあ、投資っていうのはこれちゃんとねリスクっていうところを勘案してやっていく分にはあの非常にね別に博打でも何でもなくて ETF 買うっていうのは結構安全ですからね。 少なくとも30年とかっていうふうに運用の期間を取ってあげればまあほぼほぼね99%の確率上言ってもいいかと思いますけどもまず30年後に出したお金がマイナスになってることっていうのは確,確率的には相当低いんですよ。多分まあ1%パー以下とかってなるんじゃないですかね確率的にはね。はいまあ、それは過去のね統計的なデータからも分かりますし。 まあ過去の統計的なデータでその将来をねそれは保証するものでは何でもないんですけどもでも経済っていうのは基本的に成長していきますからまあこんなね今のようなそういったコロナウイルスみたいなものがずっとねあの流行っていればまた話は別ですけども基本経済成長っていうのを国はしていきますからまあそれに伴ってねどん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 株価も上昇していきますんでねで仮に株価が上昇していなかったとしても配当金っていうのは払われますから。 その配当の利回りが例えば3%とか4%であれば30年経てばですね配当だけでだいたいペイできるわけですよ。で投資信託っていうのを買ってでもねそれは配当の効果っていうのを享受することはできますからたまに配当がないものって考えてしまっている方いますけども確かに配当今出されませんけど投資信託の基準価格の中に配当を受け取った金額っていうのは反映されてきますからね。 まあ、その辺の辺、ね、詳しい話とかもし聞きたければ、ね、あのまた試験受かった後とかにあのいろいろそういった運用に関するアドバイスとかもできるかと思いますんで、ね、あので聞いていただければいいのかなとは思いますけれども、まあ、あの何にしてもですね割と30年とか40年という長いスパンを見ていけば、まあ、かなりの確率で、ね、あの得をすることができると考えられますので単純に現金でお金を持っていても、ね、むしろそういったインフレリスクもありますからインフレで目減りする可能性すらもありますので、ね、現金で持っておくというのもある意味、リスクがあるわけですよ。 投資をしないっていうのもこれ一つのリスクですからある程度そういったねリスク資産に対して投資をしていくっていうのはあの経済合理性のあるね一つの考え方になってくるというところでまたあのそういったところについてもね一つあの試験終わった後にご検討いただくとよろしいのかなと思いますでまあ余談がちょっと過ぎましたけども、まあ、この最終問題につきましては、まあ、このキャッシュフローの見積もりをやっていけばいいだけで、まあ、先物に関してはね現時点においてキャッシュフローが生じない でオプションについては現時点においてキャッシュローが生じるっていうのが大きな点として両者の違うところとしてありますんで、まあ、先物を使った方がいいのかオプションを使った方がいいのかこの辺は好みが分かれるところになるのかなとは思いますけど、まあ、オプションの方がね選択権がある分使いやすいっていうところはあるのかとは思いますけども、まあ、こういった将来のね原産価格の変動っていうのを回避する目的で先物とオプション これらを使ってヘッジすることができるっていうの、をこの計算問題通じて確認をしておいていただければなと思います。はい。まあ以前もね、出しているものになりますんで、特に目新しいところはないかと思いますから。まあこのキャッシュフローの見積もりについては、また各自でやってみてください。計算自体は簡単だと思います。よろしいでしょうか。まあ以上がね、今回の当連解説ということになりまして、あのー。 冒頭でも申し上げました通りね、ファイナンスについては、これはしっかりと対策を取れば、本試験でも満点に近い、ね、あの点数を狙うことが十分にできるところとなりますので、あのちゃんと考え方を理解した上で、あ,のある程度形式の異なる問題に対応できるような準備を、ね、心がけてもらえればなと思います。で主要教材はこの当連を、ね、しっかりと回すと。回す で余裕があれば過囲碁、まあ、余裕がなくてもちょっと過去問はやってほしいかなと思うんですけれども、まあ、過去問5年分ぐらいはですね最低限、ファイナンス分野についてやっておくというふうにしていただければ、えー、まあかなりね、あのー、実力を、ね、伴った状態で本試験に臨めるかと思いますので、まあ、その作業はねぜひとも、あのー、進めていっていただければなというふうには思います。はいまあ、それでは、ですねこれで全10回の当練解説は以上となりますので、えー、皆さん、本試験頑張ってきてください。お疲れ様でした